久保さん。僕ね、あの、まあ、今度、来月40歳になるじゃないですか。あ、じゃあ39歳か。で、来年40なんですよ。やっぱ僕の常識の壁を超えていかないといけないなと、最近ちょっと思いまして。まあ、34をね、ちょっと売ろうかなと。ちょっとそ,その動画をたくさん撮ってみようかなっていう <laughs>。で、まあ、僕の希望価格は1800万くらいなんですよ。で、なんで1800万かっていうと、 あの、まあ、オープンカーがね、欲しくて、僕は。で、まあ、Z4 を2台目に買おうかなと思ってたんですけど、2台いるかな、と。で、その、まあ、あの、今度ね、まあ、もう秋に発表されて、もう新車出始め、まだ注文かなあの、BM の M4 のカブリエ、カブリエの、えー、コンペティションっていうのがあるんですよ。で、それ、オプションとかつけると1800万くらいなんですね、1700とか。で、これめっちゃいいんですよ。 <laughs> でその GTR 売ってそれ乗り換えようかなみたいなそうちょっと今考えててじゃあそれを動画で撮ってみたらどうかなみたいなねああほに業者まあ個人に売るのはねちょっとねあのー、めんどくさそうなんで業者の方であのー、1800ぐらいで買ってくれる業者がいるんだったらまあでも GTR34 に関しては本当にもう物絶対出てこないんで絶対ではないですけどほぼ出てこないんで まあ、20万キロ以上走ってますけど、まあ、今後の値,あ値上がりを予測したか、予測して希少性を考えた場合、まあ、一千八百円、今1800出しても、まあ、価値はあるのかなと。あと、売り方次第で二千今、マックス3000万とかでもカーセンサー出てるんですけど、まあ、それ走行距離少ないってもあるんですけどね。だからまあ、まあ、どんどんもう本当に値上がってるんで、まあ、これ上限あんのかな、みたいな。 だからもう、なんだ、半年、1年前に見てた価格よりどんどん上昇してるんですよ。で、これ、車屋さんも言ってましたけど、もう上がるしかないっていう。で、どこまで上がるかわかんねえみたいな話をしてて、これもしかしたら、本当にあと5年後とかしたら、4000万の値札をつけてね、売られる可能性あるんじゃないかなと思うんですよね。だからまあ18、1800円、万で仕入れて、まあ、寝かして、で5年後に2500で出しても、まあ、車屋さんとしては、まあ、500ぐらいは儲かるじゃないですか。 なななんんでもういいいいじゃないかなっていうでその動画を出し,て出しながらアクセスを集めて売れなかった売れなかったって利益だし逆に本当に売るってなった場合あのそれもまたネタになるし今度 BM4 の,のコンベンィションの1800万ぐらいする車に関しては多分それも結構そんなにダイス回らないと思うんですよ。うん、なんでまあ寝,寝,寝落ちもあんましないのかなと思うんですよね。 うん。じゃあまあ乗り換える時にも、まあ売れ、1000万ぐらいで売れるとするならば、まあまあまあ、また新しい最新の車をね、乗りこなしていくっていう方法もあるかなっていう。だからなんだろうな、今までの自分の常識は、まあ3、4ずっと乗るっていう、なんだ常識だったんですけど、まあもう40なるし、どうなんだろうっていうね。新しい、だから最新の車を体験できるのも、 まあね、あの、まあ 2, 2台、二代目にそれを買えばいいんだけども、2台いるかなって考えたときに。そう。まあだから、そう、ちょっとね、その妄想をね、もう妄想を動画にしちゃって、で、どうなるかっていうの、これ楽しみかなっていう、ね。ちょっと今それを、プロダクトローンチ、中長期のプロダクトローンチですね。<laughs> 中長期車をあの売るというプロダクトローンチ動画を考えてますね。で、ね、しかもそれで売れなかったとしても、僕に利益があるし。 で、あのね、久保さんもちょろっと言ってましたけど、僕、3、4のね、動画ほとんどアップしてないんで、もうそろそろアップしてないともったいないかなと思ってて、まあ今後ちょっと3、4の多分その理由でいろんな角度で撮れるし、そう。だから、面白い展開なんじゃないかなと思うんですよね、それやったら。うん。そう。BM のね、M4 のカブリエオの,のオープンカーのその、M スペック、M、M モデルというかコンペティションのやつが、 1700まあ、オプションいろいろ入れたら700、800になるんですけど、まあ、プロモーション PV もめっちゃかっこいいんですよ。めちゃくちゃかっこよくて。まあ、Z、Z4 買おうか、2代目 Z4 買おうかなと思ったんですけど、いやー、M4 のそれいいな、みたいな。メーターもめっちゃかっこいいんですよ。そののコンビニ、しかもそのコ、コンな、コンテン一応言えてないですけど、<laughs> それは、あの、その、すごいシステムが入ってて、 まあ、あの、四輪で、その、四輪駆動もいけるんだけど、その、もう、路面に合わせて、もう、その、駆動交付式を、こう、いろいろ、ま変えたりとかね。まあ、そういう機能もあったりとか、あと、メーターパネルがかっこいい。メーターパネルが、そのモデルしか、その、その専用メーターパネル、スポーツモードになると、その専用のね、バーンみたいに出てくるんですけど、それしかないんですよ。その、だからね、オープンカーもあ、オー確か,か馬力は標準で500馬力ぐらいあるんですよね。そう。 標準で500馬力ぐらいあるのかな標準で500だったかなすごいですよね <laughs>。なんも,何もいじってなくて500馬力ですよ。すごくないですか ?PMW、M4、M4、かぶり、かぶり俺か、かぶり俺の、えっと、この、なんだ、今 MX ドライブ内蔵 BM4M4 カブリレコンペテーション。510馬力ですね。最大トルク650ニュートン。100キロまで3.7秒。このね、あの、PV がめちゃめちゃかっこいいんですけど。で、直録なんですけど。そう。そうアクティブ M ディファンシャル内蔵4輪駆動システム MX ドライブっていうね <laughs>。これすごそうなんですよね <laughs>。 もう最新の、だから BM が今出せる、ほぼ最新、しかもこのスポーツカー、ここまでの500馬力以上出る車なんだけども、最新の安全性の機能も全部入ってるんですよ。だから、渋滞とかね、渋滞とかのやつも、そのハンドル、 もう握らず渋滞走行できるんですよ。もう、ただ前を見てないといけないんですけど、だからインカメがあって、その、前見てるかとかね。だからその、なんかもう、今、最新の全部入れられるやつを入れてるっていうの、ね、は、すごいんですよ。で、オープンにもできるし、あのそれだけオープンだけど、ここまでっていうのは、しかも、スポーツカー、そこまでの馬力あってスポーツカーだけども、その、街乗りの、その、そういう、なんだ、あの安全性のやつも全部ついてるんですよね。 だからこれすごいなと思って。そう。だやっぱその、なんだ、全部が入ってる。僕が求めてる全部が入ってるっていうのが、この M4 のカフリレオの、あのー、コンビニションモデルです。これはね、すごくいいんじゃないかなと思いますね。そう。まあそんな感じで、ちょっとね、これからちょっと、まあ39歳になった後、ちょっと、いろいろ動画撮っていこうかなと。来月から。 来月撮ってきますよその GTR プロダクトローチですね。でも本当に値上がってるんで。うん。だから1000、まあぶっちゃけ言うと1800万は高いと思います。業者が買うって。まあまあ、走行距離がね、僕が5、6万キロだったら全然 OK なんだけども、今20万キロ超えてるんで、それで1800万で買うって言ったら結構高いと思います今。ただ将来の価値を見込んだら安いと思います。 うん、だからそう,そういう車屋さんがねいるんだったら、まあ、売れるでしょうねその将来の価値を見込んで仕入れ1800万でも仕入れるっていうことであるならば、うん、でも2000でもいいかなあまあちょっとね <laughs> その200はねその、まあ、このまあちょっとおまけでその2000で売りたいんだけど1800万の理由はこの200万円で、まあ、ちょっとその整備してもらってみたいなね そういう、なんか、その、おまけで、1800万にしてるんですけど。まあ、ぶっちゃけ1800万あれば、新車で買えるんで、これ。これは。多分。まあ、もう、ほんと、フルスペックのフル、全部なんか、その、カスタマイズしたやつだったら、2000万近くなっちゃうかもしれないですけど、まあまあ、そこは抑えるんで、そう。なんでね、これ、久保さん、今後、今後10月からの僕の GT-R の動画、すごく楽しみですよ。い <laughs> ってらっしゃい。